はい、いらっしゃい。あ、いらっしゃい。社長、わざわざ自宅に招いていただいてありがとうございます。ああ、座って。今日一人なんですか？うん、男同士で話がしたいと思ってね。はい。単刀直入に言う、うちの娘とお見合いする気はないかい？ないですね。悪い話じゃないと思うんだよな。うちの娘とな、お見合いする気はないかい？ないですね。ないんだよな、お前はな。お前はないんだよな。そうか、そうなのか。なんか付き合ってる子とかいるのか、お前は。まあ、いるのか。そうなのか。ああ、しょうがないな。いいと思ったんだけど。社長、すいません。どうしたの？実は僕、みちゃぽんと付き合ってるんです。誰それ？あ、社長の娘さん、みさこ。あ、みちゃぽんって呼んでんだ。はい。みさこのこと？はい。あ、そうなんだ。え、付き合ってんの？はい。うちの娘と？はい。知らなかった。すいません。そうなの？どんくらい付き合ってんの？3年ぐらい。そうなの？はい。全然知らなかった。そっか。あ、じゃあ話早いじゃん。いや、でも、ね、結婚とかはまだしなくていいかっていう話をしてて、でも社長からそういう話いただいたんで、なんか、まあ縁付き合ってるからいいんだよ。うん、そうなんだ。すいませんでした。君、出世したいか？はい。出世したいかなあ、うちの娘ってさ、はい、社長令嬢じゃん。だからさ、君とここですって言ったらさ、この社長、僕なんか社長、あ、結婚しろってあのプレッシャーをかけてますか、僕に？かけてないよ。そうですね。かけてないよ。はい。そういうのは自分のタイミングで結婚しなさい。はい。ね。させられます。うん。君、両親元気かね？あ、両親元気です。元気かね？そっか。はい。娘欲しいんじゃないか？はい。なあ、君は男兄弟だよな？はい。なあ、うちの娘、君のとこに入れちゃえよ。社長。なあ、社長。なあ、したら君も僕の家も女兄弟ばっかだね。だから君ぶって入っちゃえよ。社長。いいことだな。いや、社長。なんだ。よかったな。そしたらさ、はい、孫の顔も見たいじゃない？いや、社長。ねえ、孫だよ。いいね。こうやってさ、グググググなってさ、俺もさ、嬉しいしさ。社長。君のさ、両親もさ、グググググってさ、嬉しいしさ。社長。素晴らしいことだよ、これは。社長、あの、何？社長。っていうより、おじいちゃんって呼んだ方がいいんですかね。え、どういうこと？おじいちゃん。え？じいじ。おい！ちょっともう一回言ってくる。じいじ。おいおい！すごいわ、それは。あ、そう。え？ちょ、詳しく教えてください。あの、みちゃこの、みちゃこ、お腹に、僕の子供が、そういうこと思ったよ。あ、そうだったんだ。だから言いづらそうにしたの。すいません。あ、俺全然そういうの気にしないよ。そうなの？知らなかったよ。どんどん俺の知らないとこで進んでるね。すいません。はい、そっか。じゃあ君、はい、赤ちゃん生まれたら洋服とかな。はい、そうです。なあ、買ってあげるよ。ありがとうございます。なあ、じいじいだもん。じいじい。ねえ。そしたらなんだ、はい、今社宅だよね。はい、社宅。ねえ、狭いんじゃないの？いや、家買ってあげる。いいんですか？うん、ありがとうございます。じいじいだもん。はい。いや、あれだな、あとな、はい、もうな、式とかもな、やらなきゃいけなくなるな、そしたらな。あの、式な。いや、結婚とかしてさ。社長、そう、結婚だけは勘弁してください。ね、うちの娘ブスだもんね。